生きづらい二等兵さん、まあ、生きづらい二等兵さんって言われると生きづらくねえよってが出るんですけど、将来を見て今のそうなん結局はまあ今の自分に集中してないってことなんですよね、うんうん、なのでまあ最近僕がやってるのは月一のお墓参り、うん、お墓に向かって、稼がしてくださいと、僕を稼がしてくれればみんなを守りますって、うん、アファメーションですよね。それをやるとちょっと集中できるように、うん、でこのお墓参り、まあ、別に近くの神社でもいいんですけど、うん、稼がしてくださいのおすすめとしては、うん、仕事に対してありがとうって思えるんですよね。だって仕事って、はい、お金を生むじゃないですか、はい、稼がしてくださいって言った瞬間に、うん、次の日会社行くと、うん、仕事があるってすごくないですか、うんはい、だって体調って、はい、仕事を取りに行かないと仕事がないんですよ、うんうん、だ見てくださってる多くの方が会社員の方だと思うんですけど、うん、この方々って多分会社に行くと仕事があるんですよね、うん、多分それってなんかすごいことで稼げるんですよね、はい、僕今バカなこと言ってますおバカっぽいですねでもなんかドラゴンボールの悟空みたいですよね。オラに力を貸してくれ、うん、稼がしてくれってやって会社に行って仕事があると、うん、仕事やろうって思えるんですよ、うん、前まではちょっと悪い僕がいて、うん、なんか忙しい時にピローンってメールが入って、うん、仕事が入ってくると、うん、なんだよこの忙しい時にって、うんうん、いう思考って多分あるあるだとは思うんですね、うんうん、会社員の皆さんにとっては、うんうん、だって給料変わんないんだもん、うん、でもこの稼がしてくださいをやった瞬間に、うん、ありがとうと、うん、なんか言う通りになってる、うん、僕あの躁鬱病ですかねそんな気ありますよね。ちょっと、うん、大丈夫です、生きてます。あ、厚志さん、なぜなぜを突き詰めるからしんどいのではと、頭が悪いという自分を認めてそれ相応にやっていけば他人と比べてると際限がないと。あ、これがね、うん、T っておっしゃってましたよね、ISTP っておっしゃってましたね、うん、OK、 ISTP さん、はい、ちょっと、はい、T タイプに対して、うん、三島由紀夫が用意した悪口を言っていいですか、うん、こんな挑戦的なメールを、うん、二等兵よと、はい、君間違ってるよって、多分言ってくだ、うん、そんなこと言ってないんですけど、そういう意味じゃないです、そんなこと言ってないんですけど、はい、まあ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 、これはもうあの知ってのことだと思って、はい、そんな厚志さんにね、うん、三島由紀夫が T タイプに対して言った悪口を用意しました、うん、これは三島由紀夫の長編小説、うん、京子の家、うん、京子の家っていうのは4人の男性と1人の女性が仲間を描いた群像劇、うん、その中であるボクサーが言うんですね、うん、まあ言うっていうかその中の考えてることかもしれません、うん、思考は装飾的なものだと、うん、中核の周りにこってりとかけられた甘いクリームのようなもの、何かしら、余分なものとして考えられた思考は簡素の逆、単純の逆であり、スピードの逆だった。速度と簡素と単純と力とに美があるならば、思考は全ての醜さを代表していた。矢のように素早い思考などというものを想像することもできなかった。一瞬のストレートの炸裂よりも速い思考などというものがあるのだろうか。考える人間の樹木のようなゆっくりとした生成は、春吉の目には憐れむべき植物的偏見としか映らなかった。文字に書かれたものの不滅は行動の不滅に比べたらはるかに癒しげであった。なぜならその価値自体が不滅を生むのではなく、不滅が保証されて初めて価値が生ずるのだから。そればかりではない、思考する人たちは行動を比喩に使うことなしには一歩も前進できない。大論争の勝利者なる者が目の前に血みどろになって倒れている敵手の体を見下ろしている時の勝利者を思い浮かべることなしに、どうして快感に浸れるだろうか。ああ、思考というもののあやふやな性質よ。透明度を増せば増すほど何の役にも立たぬ傍観者のたわごとに出し、不透明な思考はただその不透明さによってだけ行動に役立つのである。
ていうのを見ていてですね、はい、ちょっと僕はね、うん、ルインを下げるんですよ、うん、思考の逆だからね、はい、そうで俺はすぐに行動できるんだよ、うん、って思いながらも、うん、この前の動画で、はい、よくなんかその序列とかでね、はい、思考から来る人って、うんうん、まず考えるなんですよね、うん、で僕は言ったじゃないですか、うん、まず考えるってなんだよって、うん、何を考えるんだよ、うん、って言ったんですけど、はい、まさしく僕の中では、うん、ちょっとこれを読んだ時に、うん、そこにぶち当たるんです、うん、思考から、うん、何を考えるんだってなるんですよ、うん、対比される感情の場合は、うん、まあいいですよ、好き嫌い好き嫌いってパッて掴むんですね多分、うんうん、って思った時に、うん、思考ってなんだよって、うん、効率とかじゃないですかってなるんですけど、そうで僕も別に思考の人も、うん、取るは取るよなって、うん、なんとなくは分かってるんですけど、うん、腑には落ちてないんですね。この思考考えるっていうよりもあれですよね、感情は価値観じゃないですか。価値とか、まあ、うん、ソシオニクスだと倫理っていうじゃないですか、うんうん、で、まあ、それっていうのは価値観みたいなもんじゃないですか。はいはい。で思考は論理っていうじゃないですか。論理です。だから論理を優先したいって話ですよね。辻褄を合わせたいっていう感情ですよ。それは、うん、ごめんなさいね。あ、思考は感情の一部っていうことは、取ってから例えばね、取ってから要は、はい、僕はなんかアクションなんですよ。さっきのボクサーと一緒で、うん、なんて言うんでしょう。でも何もなくアクションはしないじゃないですか。そう、突然走り出したりはしないですよね。 で僕も、うん、それでってことは、この思考の人たちは僕が常に、うん、僕も何かを考えてるんですよ、はいはい、多分好き嫌いを考えてるんです、うんうんうん、何が好き何が嫌い、うん、あれが間違ってるこれが間違ってるの、うん、でそれのそれが思考論理的 なんか価値観的かみたいな話ですよね。だとやっぱり思考の人たちも多分常に何かしら論理的にぐるぐるしていて、うん、あ違う、そのあれが好きとかこれが好きっていうのは多分あるじゃないですか。あってそれを論理的に捉えているってことですね、うんうん、でこれがいいとか悪いとかっていうのは価値観じゃないですか。これが F の人じゃないですかっていう、それは良くないとか。ってことは三島は間違ってるってことですね。まあこの MBTI と結びついてないみたいな話じゃないですか。なるほど、はい、でもなんかこれを見た時にね、その常々その考えるって何って、うん、まず思考ですってくると、うん、いや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 、うん、何を元にがあるだろうって。何を元にはあると思いますよ。何を元には感情もあるわけじゃないですか。まず感情。でもなんかね、さっきのものを読んで、うん、僕はもしかしたら思考の人よりも、うん、早いのかなと思ったんですよ。その辺は違う気もしますけどね。それもわかります。だから体調みたいなことをやって申し訳ないですけど、それもそうだろうなとも思うんですよ、うん、なんかあの最初に、はい、T とか F が来る人は早いイメージですよ。 JP 関係なく J の人ですよ、つまり。あ、決めちゃう人ですね、うん、で P の人が遅いイメージですよ。こっちがいいんじゃないか、あっちがいいんじゃないか、可能性として両方取っておきたいみたいな。でもなんか僕はね、うん、自分のことを早い人間だと思ってるんです。はい。ただあの P だと言われていて、うん、やってみなきゃ分かんないじゃん、うん、やってみなきゃ分かんないけど、まあでもこれがいいみたいな感じで決めるじゃないですか。決めますね、はい、それが J っぽいとこじゃないですか。それは分かる、はい、変えるのも早いって今そうですね、うん、はい。